オバマ、米大統領と面会するラリー。中央区がキャメロン、A 首相。首相官邸ネズミ。昔からダウニング街ではネズミが多く住みついていたため、その対策として猫をネズミ取り犬ペットとして雇うという習慣が1500年代の初期からあった。1924年からは首相官邸ネズミ捕獲長として正式に雇用されている。 ダウニング街で最も長く勤めた猫は、ウィルバー・フォースであり、彼は、エドワード・ヒース、ハロルド・ウィルソン、ジェームズ・キャラハン、マーガレット・サッチャーの下で働いた。これらの猫は、公務員とみなされるため、官邸に住む首相の私物ではなく、ネズミ捕獲長の任期が首相のそれと一致することは、まずない。この肩書きは、 非公式な習慣であったが、ハンフリーには公式にこの肩書きが与えられた。その他の猫は通常、イギリスのマスコミから愛称としてこの肩書きで呼ばれる。生活費として年間100ポンドほどが給与として認められているほか、職員がおやつ代を自己負担している。人間の公務員と同じように定期的な健康診断も受けている。大倉省やダウニング街に住み着いた猫を、 ネズミ取り役及びペットとして雇うことはヘンリー・パッセイの時代、ウルジー・スー・キキが大法官として執務中に自分の飼い猫を傍らに置いたことまで遡る。1929年6月3日までの文に限った2000年情報自由法の一環として2005年1月4日にパブリックドメインになった公文書によると1929年当時大倉省の A.E. バンハムは 有能な猫の生活費として雑費から1日あたり1ペニーを支出することを事務員に認めている。1932年4月、手当は週あたり1シリング6ペンスまで増えた。21世紀の時点で経費は年100ポンドである。2011年2月14日にラリーがこの人につくと報道された。その年の1月、イタンによると、 テレビニュースの中継中、首相官邸の玄関前を駆け抜けていくネズミが目撃された。当時ネズミ捕獲長は空席だったが、首相の報道官はこの問題解決のため。しかし翌日の新聞は、その報道官が官邸内の猫賛成派について述べたことを報じ、その結果、問題対処のため今の衛生業者から猫への倉替えが本当にあるかもしれないという憶測が生まれた。 2011年2月14日、このネズミ問題に取り組むため、ラリーという名の猫がやってきたと報道された。イブニングスタンダードによると、この猫は、デイビッド・キャメロンとその家族が、バタシードッグスキャッツホームで選んだものだった。しかしラリーは、翌年の2012年の6月を過ぎた頃から、職務に対し不熱心な様子が報道されるようになり、9月に、 なって、ついに更迭されることになった。公認の首相官邸ネズミ捕獲長として、財務大臣であるジョージ・オズ・ボーンが飼っているフレイヤが就任することになった。フレイヤは、外で暮らしていた経験があり、職務遂行能力の高さが期待されている。なお、ラリーは捕獲長ではなくなったものの、ネズミ捕獲員としては留任となった。2014年8月、フレイヤは、 官邸から離れた路上で交通事故に遭い、それまでも度重なる脱走が問題になっていたことから同年11月に引退、ロンドンを離れた。それに伴いネズミ捕獲長の任はラリー単独で当たることとなった。2016年、イギリスの欧州連合離脱是非を問う国民投票の結果を受けてキャメロンは首相を辞任したが、ラリーは新首相。 テリーザメイの就任後もネズミ捕獲長に留任することとなった。首相官邸以外の省庁としては2016年4月に保護施設から引き取られパーマストンと名付けられたオスネコが外務省にネズミ取り長官として就任した。2020年8月7日、パーマストン及びサイモン・マクドナルド外務事務次官の公式ツイッター上でパーマストンが 同年8月末に公務を引退する旨が発表された。2017年11月に在ヨルダン、英国大使館にネズミ捕獲長のポストが新設され、同ポストの直属の上司は本国外務省のネズミ捕獲長とされている。2016年7月末には大倉省が1歳半の黒猫、グラッドストンを採用した。ありがとうございます。